こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、キャンプに行ってきたその3、インフレ中のキャンプ場という話です。これがね、最終日ということで、今ね、みんな片付けをして、これから帰ろうというところであります。さてですね、ここのセラーノキャンプ場、このね、リクリエーショナルドット GOV というところで予約を取るわけですけれども、なかなかね、予約取りづらいんですね。で、半年前から予約が取れることになっています。で、結局今回はね、金曜日、土曜日というふうに取るわけですけれども、6ヶ月前に取れるとはいえ、1週間ここを使うという人の方がね、取れる日にちが前になりますので、結局そっちが優先になって、なかなかね、いい場所って取れないんですよね。で、まあ今回ね、ダブルサイトということで取れたのが、この32番というところなんですが、今回ここもね、初めてでして、残っていたのには理由があったかなっていうようなちょっと感じではありましたね。まあ、なかなかね、キャンプ場の場所選びというのも、写真だけではね、なかなか判断がしづらいという感じです。で、今回ね、ここ非常に、問題あったのは、平らなところが少なかったんですね。で、私はね、バンの中で、駐車場はさすがに平らなので、レベルブロックも持ってきてるので、多少斜めになっていても、車を水平に保って、寝ることはできるんですが、テントの場合もどうにもなりませんよね。こうなってしまいますとね、やはりね、ちょっと平らなところがいいなということで、今回はね、ちょっとね、平らじゃなかったなっていう感じがします。で、ちょっと見ていただければ分かるんですが、昨日ね、多少その雨が降りまして、雨がね、やっぱり結構ダーッと流れるということでね、やっぱりね、テントって結構きついですよね。そんなんでね、私はあんまりテント、こちら来てキャンプでテントで寝たこと一回もないんですね。全部車の中ですからね。そんなわけで、ここをキャンプに来て初めて、ちょっと土砂降りにあったというのが今回初めてだったんですけどね、やはりね、今年は異常気象なのかななんて、そんな風に思います。今ね、ご覧いただいているのは、ここはレストルーム、シャワールーム、それからトイレという形でね、ここのサイトはですね、シャワーは特にお金は払いません。別のとこだとね、ここに25セントコインを入れて何分お湯が出るみたいな形ですけど、ここはね、そういうこともなく、やっぱりね、水が豊富にあるからなんでしょうね。そんなね、使い勝手がいいキャンプ場であります。で、一生懸命ね、苦労してかなり長い時間をかけて、子どもたちはテントを畳んでですね、これから帰ろうという、そんなね、ところになっております。いや、やっぱりね、何回来てもここはいいですね。ロサンゼルスから2時間半ぐらいのところ、そしてね、気温も、我々住んでるところよりは10度以上は低いというところでね、非常に、今週あたりは暑い、今までそう暑くなかったんですが、我が家が暑かった時なので、そんな時にね、ここへ来れたというのは非常に良かったかなというふうに思います。ちょうどね、もう11時過ぎで、この次はね、どこかお昼でもまた食べてね、それから、自宅へ戻ろうということで走り出しました。一応ね、予約的にはこのセラーノキャンプ場、一応たくさん予約もう入っているという感じなんですが、実際はね、結構隣で来てない人とかいるんですよね。だからね、そのコロナの関係ですごく
予約が取りづらくなって1週間ドーンと取っちゃうという人いるんでしょうね。それで来ないとかね、まあ、それもどうだかなと思いますけどね、まあ、それはそれでしょうがないということでね、まあ、なかなかね予約に不公平が出ないようにいろいろリクレーショナルの方でも考えてるとはいうもののなかなかうまくいかないですね。ですからね、土曜日1日だけ行きたいなんていう人はほとんど予約のチャンスはないという、まあね、そんなね、まあキャンプ場の、まあ、予約の事情であります。まあね、前からもですね、やっぱりね COVID-19 になってから本当にいろんなねこのアウトドアスポーツで支障が出ましたよね。本当にね大変な時期になっちゃったなっていうのが実感です。でさてね、セラーノキャンプ場を後にしてちょうどお昼なので、お昼を食べにね、近くのねなんかカフェを探そうということで、そこでね子供たち見つけてくれたのがオールドカントリーコーヒーショップというね、もうねいかにも昔からやっているというね、なかなかいい感じのお店、こちらの方がね近くにあるということなんでね、それじゃあお昼でも食べてそれから帰ろうかということでこちらの方にね参りました。でまあね12時ちょっと前だったんですが、やっぱりねやっぱり日曜日ですか、混みますよね。ちょっと待つよって言われて、まあうまくここへ入れました。まあね結構な人数ですからね、入るの難しいのしょうがないんですけれども、まあそこでねブレックファーストランチということでね、ブレックファーストの、このオムレツをね頼んでみました。でサイドがポテトです。こちらねティラさん頼んだ、まあ、卵の料理ですね、これもポテトですね。でねさらにねこれにねパンまでついてきて、まあとてもね一人で食べきれる量ではありませんでした。これひょっとしたらね皆さんとシェアすればよかったかなと思うぐらいなんですが、本当ねアメリカのこのブレックファーストめちゃくちゃ量が多くて、結局ね2人分1人ずつ頼んで半分をねトゥゴーすることにしました。プラスチックのバッグをもらってね、その中にね入れて持ち帰るということで、ちょっとねすごい量だったもんですから、これいつもねこういうとこ来ると非常にたくさんの量をね、出されるので、これはね、1人ずつじゃなくて半分って言いながら席に着いた瞬間にやっぱりね2人とも頼んじゃったりして、結局ね食べきれなかったりするんですけどね、まあそれはそれでお家に持って帰ってまた夕飯で食べようかなというふうに思います。さてねここが、今帰宅の音で、走っている330という道なんですが、今はねこれ天気良くて前との車も間隔も非常に、まあ空いているように見えるんですがね、実はねこの先ね大渋滞でした、まあ下りなんでね、上りみたいに遅い車があって抜くのに大変でってことはないんですが、やはりね、日曜日のもう1時ぐらいですから帰る人は多くてですね大渋滞ということで、まあねそれでもねキャンプ場は空いててリゾートの方もそれほど混んでいるかなって感じはしないんですよね。でもね渋滞が起きるってことなんで COVID-19 が起きる場合はねもっとすごい渋滞の、まあ、そんなリゾート地だったと思います。でいやねこのビッグベアのリゾート地って、まあロサンゼルスから非常に近いということでね、まあ、今回、ガソリン代も非常に上がっていますのでね、非常にエコでね来れる場所だというふうな感じなんだろうなというふうに思いますね。本当にね、私としては大好きな場所ですから、またね来年もぜひ家族を呼んで来たいかと思っています。そんなこんなのねキャンプ場でございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。